こんばんばはは文字の長でです今日はですね、えー、一文字ってどういう作成過程なのというところなんですが、えー、これはですねあの、実は皆様から結構ご質問が多いところなのでお答えしようと思います。えー、まず一文字は基本的にご依頼主が存在します。思い出の一文字を形にと、えー、言っているので、 生半可な気持ちで書くことは僕が絶対に許しません、えー、お題としていただいた文字や素材は僕にとっては出会いであり思い出になりますそういう気持ちを前提に制作しております、えー、一文字のですね制作は無意識で作業を実はしております時計を見ると時計の針が差し替えられたのではないかと思うくらいのめり込んで制作しております無意識とか簡単じゃんと思うかもしれませんが無意識は圧倒的な 量があって成り立ちますつまりいただいたお題はすぐに実は書くことができないんですね無意識レベルで作業するためにはまずいただいた依頼内容を自分にすり込むように何度も何度も読みますお題に関連することを調べたり場合によっては作業場に張り出して強制的に目に入るようにしたりもします、えー、そういうことを繰り返しているうちにですねある時急にペンが一気に走る段階が来ますここまで来ると無意識で作業ができる領域に なりますちなみにですねこの無意識という瞬発力を僕は特に大切にしています頭で考えて書いているくらいなら作業しないことにもしてますのでつまり無意識とは僕の細胞レベルでの表現に表現なわけです 無意,識無意識だからこそ生まれるというところもありますし、えー、潜在的に感じている何かと細胞が化学反応を起こして抽象化され一文字として具現化されるわけですこの無意識領域はですね、スポーツと同じで非常に体力を消耗しますなので無意識が解けた時は一気に疲れを感じますしその上無意識でいられる時間は長くありません日々の瞬発的な集中力の集大成が一文字なんですね えー、実際こうやってしゃべりながら絵を描いてますがこれは無意識だからこそできるわけです作業に集中していないのではないかというツッコミが入りそうなんですが、えー、集中ではなく無意識で絵を描いているわけなので呼吸は集中して行っていないように呼吸をするように絵を描いているというのが、えー、そういうことですねはいということで1文字の作成過程はこういうような状況でやっておりますではまた